最初これ夏のためにタンクトップで着ようと思ってて買ったんですけど、やっぱりなんかビスチェみたいな感じでその長袖と合わせた方が結構可愛いなって思って、冬から春にかけてちょっと夏のテーマえくらいのこの季節にも着られるのですごくお気に入りです。多分これ韓国のサイトかなんかで買いました。でこの長袖は前の動画でも出てきたと思うんですけど、仲良くしてもらっていた日本人の方が日本に帰国してしまう時に私にくれたんですね。結構友達で日本に帰国しちゃうから荷物でもやっぱり洋服とかも持っていかないっていう子たちとかが結構私にこう譲ってくれたりするので、すごくそういうのありがたいなって思っています。特に日本の洋服だったりするのでこっちでは買えなかったりとかして、やっぱり日本の洋服って可愛いし日本人の体型に合ったものが多いのでとてもありがたくいただいています。色って結構自分の気分に影響を与えてて、私結構気づいたら自分の集中したいタスクがある時とかってなんか黒の洋服着てたりするんですよ。でもやっぱりこういううつうつとした日々というか結構うつうつとしやすい雨続きだったりどこにも行けなかったりっていう制限がある中では、やっぱり意識していい色、明るい色とか自分の好きな色、私オレンジが大好きなんですけど、そういうオレンジ色を着るとか、家にいて誰にも会わなくても自分のためにこうやって自分の気分を上げていきたいなってすごく思って着替えてきました。
あのノートパソコンの方をこっちのモニターにつなげて、でなんかこうあのドラッグアンドドロップしてこっちに、やばいです。なんかもう違うね、やっぱり解像度の良さもあるし、あとあれだね、なんかもう画面がこんなにでかいっていうだけでこんなにもすごい細かいところまで見やすくなるのかって、やばい、感動しまくって。え、じゃあこのスクリーンも載せれるのかな、やば、ちゃんとそのパソコン、ノートパソコンの方で違う画面開いててこっちで作業できるって、やばすぎる。